2年ほどかけてこれまで準備してきたんですが、はい、まさかこんな急に、解散総選挙になるとは思っていなくて、ドタバタしながら、始まる今、20分ぐらい前なんですが、はい、その間でも、委員だとか、スケジュールの調整を行いながらやっています。で、まだこれから本人にも、候補者本人にもですね、政策協定が最後まで伝わっているかどうかということも不安なんですが、幸か不幸か、この12区では、一騎打ちという形になろうかと思いますので、他のエリアのですね、皆さんの今の苦労を考えると、非常に、ラッキーな中で、進めることができてよかったなとは思っています。先ほど、福田さんのお話で、やっぱここなんか画面に出てるといいかなと思いましたので、政策協定書の方を今からご説明させていただきますが、こちらでご用意しました。文字を多少大きめにしましたので、どうぞ画面の方をご注目ください。この後、皆さん12として推す候補者の方には、これから読み上げます協定書、全部で10項目あります。でこの10項目について、当選後、この政策を僕らの市民の、政策として、実現を目指していただく、そういうことを条件に推していこうということで、後ほど来る候補者にはこの協定書についてサインをしていただこうと考えています。で全部で10項目ありまして、1つ目、平和な日本の維持ということで、集団的自衛権の行使容認を可能にした、安全保障関連法、戦争法や、共謀罪の趣旨を含んだ改正組織的犯罪処罰法、それから、特定秘密保護法など違憲法制は抜本的な是正を進める。以上がこれまでこちらで検討してきて、今日、候補者にサインをしてもらおうと思っている、政策協定案になります。ありがとうございます。この政策協定は、つい先ほど出来上がったもので、要はメーリングリストでやり取りをして、修正を行って出来上がったものです。質問か何かある方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。はい、それでは先ほども会食と同じようにこの政策協定も後でウェブ上にアップさせていただきます。合わせて、後ほどお見えになる、予定候補者の方にはこの政策協定に調印していただくよう求めていきたいと思います。政策協定を候補者の方と結ぶのは、東京で一番なんですけども、ここまでたどり着くの結構時間かかりまして、実は立ち上げようこの会を立ち上げようとしたのはもう去年からずっとやってました。だけどこうなかなか僕らも、意見がまとまらなくてですね、こう形に正式になるのが結構今日までかかりました。でもまあいざ選挙が始まるってなった時には今までこうコールしてた分ですね、ガッとまとまったんですね。だからこの政策協定もみんなでかなり意見し合いましたけど、2日3日でパパパッとまとまることができたのは、今までこの時間をかけて何度も何度も意見し合いながらやってきた成果だと思ってます。それでは、私たちみんなで選挙あと東京12区で推薦を考えております予定候補者池内沙織さんがただいま到着いたしました。拍手でお迎えください。お願いいたします。新不公平不公正な税制改革で消費税増税反対、この10項目に池内沙織さんに署名していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。書きます。私たち
市民と野党の力で必ず小選挙区から風穴を開けて、今日交わすことのできましたこの素晴らしい中身をみんなの力で一歩ずつ、それもスピーディーに実現できるように、私は皆さんの声に学んで全力を尽くす決意です。どうか最後の最後まで共に戦っていただきますように、支えていただきますように、そして私全力を尽くします、このことをお誓い申し上げまして、私からの決意表明とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。東京12区の人間は幸運だ。なぜならこの選挙区には池内沙織さんがいる。さらに東京12区の人間は幸運なんです。本日みんなで選挙、あと東京12区、このキックオフ集会があって池内さんと共に戦うことができるんです。市民の願いを野党のと市民の共同で叶えていく、この戦いが始まる。そのために私たち新社会党も皆さんと共に全力で取り組んでいきます。よろしくお願いいたします。必ず勝ちましょう。はい、頑張ろう。